左側2車線を使用して左方向です。駐車券をお取りください。
この、今回の動画いかがでしたでしょうか。高評価ボタンお願いします。まだチャンネル登録されてない方、チャンネル登録お願いします。今回の動画で興味を持っていただいたところがあれば、最新の情報をウェブでチェックしていただきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次回の動画もお楽しみに。